マーガレット・オブ・アンジューは、中世イングランドの女性貴族。ランカスターんのイングランド王ヘンリー6世の王妃。エドワード・オブ・ウェストミンスターの母。フランス語名は、マルグリット・ダンジュー。バラ戦争でランカスター派を率いて、意思薄弱な夫と幼少の息子に代わり戦争をしき、ヨーク朝に徹底抗戦したことで知られる。ロレーヌ公国のポンタムッソンの生まれ。ロレーヌ公。 アンジュナポリオー、ルネ・ガンジューとロレーヌ女皇、イザベルの次女で、ロレーヌ公女2世は兄、ボーデモンハクフェリー2世妃ヨランドは姉。フランス王シャルル7世の王妃マリー・ダンジュはおばに、あたり、バロア家の一族であるが、冒険のバロアンジュー家の出身である。幼少期は、父方の祖母、ヨランド・ダラゴンに育てられた。1445年4月23日に、 ヘンリー6世と結婚した。王の側近である、サフォーク博、ウィリアム・ドラポールとヘンリー・ボーフォーと数奇教の肝入りで百年戦争の和平の一環として行われた、政略結婚であったが、先立って1444年5月22日に、サフォーク博の交渉により、英仏間で結ばれた、トゥール条約は、フランス側からの持参金は、一切なく、むしろ、 イングランド側がアンジューとメーヌを割上するという条件のもとに行われた。この内容にイングランド宮廷内では不満が鬱積しバラ戦争の原因の一つとなった。イングランド入りしてからのマーガレットは宮廷を牛耳る和平派の首領であるサフォーク公と親しくなりフランスとの和平を推進しつつ国内で先制権力を振る彼の政策を夫と共に後押しした。 サフォーク公をはじめは平派は二人の信任を背景に、グロスター公、ハンフリー、ヨーク公リチャードら公選派を、宮廷から遠ざけ、グロスター公を捕らえ国史に追いやった。フランスのユーワと評議会からの大貴族排斥、国王からの恩公を元手にしたパトロネージを通じ派閥を増大させたが、これら一連のやり方は、政治から遠ざけられた多くの貴族の不満を集め、 公戦派のヨーク公を中心として反対勢力が結集し始めた。やがて1449年にイングランド軍の暴発がきっかけで100年戦争が再開されるとフランスが積極的にノルマンディ征服活動を展開した。ノルマンディのイングランド軍はフランス軍に歯が立たずノルマンディの大半を奪われると宮廷政治に対する不満が爆発。 弾劾されたサフォーク公は翌1450年に失脚して暗殺された。ノルマンディも4月15日のフォルミニーの戦いでイングランド軍が大敗、勝利したフランス軍により8月に完全制圧されてしまった。サフォーク公の失脚後はサマセット公エドムンド・ボーフォートが長身となり、国王夫妻はサマセット公も支持して政治を任せたが、 体制は変化せず不満が解消されないままとなり、ジャック・ケードの反乱で一時ロンドンが占拠され、鎮静後は、ヨーク公が決起して、政治改革を標榜したが、国王夫妻は、サマセット校に肩入れして、ヨーク公を退けた。だが1453年にカスティオンの戦いで、イングランド軍が再度フランス軍に、敗北、100年戦争が、イングランドの敗戦で終結すると、 ヘンリー六世が発狂して緊張が高まり、10月13日にマーガレットが息子、エドワードを生んだことで、多い継承権を持つヨーク公は危機感を抱き、同年にサマセット公をロンドン島へ投獄して政治の実権を奪った。マーガレットはヨーク公に対抗して、評議会に自分を摂政にするよう要求したが却下、ヨーク公が1454年に五国教となり、 政権をヨーク派で固めたが、年末にヘンリー6世が精神を回復すると、サマセット公の釈放をきっかけにヨーク派が政権を追われた。1455年にヨーク公とその支持者たちは反撃を企て、第一次戦闘オルバンズの戦いで、サマセット公は戦死、ヘンリー6世は捕らえられた後、ヨーク派の手でロンドンへ返された。政権は再びヨーク公が握ったが、 マーガレットは自ら宮廷派を掌握して、ヨーク公と人事と政治方針をめぐり対立した。全面衝突を避けたい、ヘンリー六世の意向で、両者は妥協していたが、マーガレットは宮廷をコベントリーへ移し、ヨーク公も貴族紛争の朝廷で勢力拡大して、互いに軍備を増強、1459年6月に召集された。 競技会でマーガレットがヨーク派を弾劾して9月のブロアヒースの戦いで武力衝突となった。マーガレットは精神的に不安定であったヘンリー6世に代わってサマセット公ヘンリー・ボーフォート、ノーサン・バランド博ヘンリー・パーシー、ペンブルック博ジャスパー・チューダー、エクセター公ヘンリー・ホランドら有力貴族と共にランカスターさを支えた。精神不安定な夫を差し置いて、 ランカスター派の旗印となって自ら戦争の指揮を取り、王はヘンリーではなくマーガレットだとすら言われた。10月のラドフォード卿の戦いで勝利、ヨーク公とソールズベリー博、リチャード・ネビル、息子のウォリック博、リチャード・ネビルらをイングランドから追放した。翌1460年6月に奥派がイングランドへ戻り、7月のノーサンプトンの戦いでヘンリー6世を捕らえられるが、 マーガレットは息子エドワードを連れて抵抗を続け、スコットランドからの支援を取り付け、12月のウェイクフィールドの戦いでヨーク公とソールズベリー伯を打ち取った。捕虜としたヨーク派の騎士や不評来の処罰は生産を極め、後にシェイクスピアは戯曲ヘンリー6世であのフランスのメスを噛みめとマーガレットを罵る言葉を織り込んだ。しかし、 ヨーク公の長男、マーチ博エドワードは生き残ったヨーク派を結集して、1461年2月2日のモーティマーズ・クロスの戦いで、ペンブルック博のランカスター軍を破った。マーガレットは17日に、第二次戦闘オルバンズの戦いで、ウォリック博に勝利して、ヘンリー6世を救出したが、ロンドンへ入れず、北へ撤退した。代わって、ロンドン入りしたマーチが、 国王エドワード4世に即位したことによってヨーク派が有利になり、3月29日のタウトンの戦いで大敗して、ノーサン・バランド博が戦死、ヘンリー6世と息子エドワード、サマセット公、エクセター公らと共にスコットランドへ逃れた。その後はイングランド北部を拠点に抵抗を続け、1462年に、 フランスへ渡りいとこのフランスを売る十11世から支援を取り付け、ピエール・ド・ブレゼ率いる800人の小規模な援軍と共に戻ったが、イングランドへ戻っても難化できないばかりか拠点をヨーク派に次々と落とされ、翌1463年にアニック城が陥落するとエドワードと共にフランスへ亡命した。1464年のヘクサムの戦いでサマセット港が敗死、 1465年に、ヘンリー6世がヨーク派に捕らえられて、ロンドン島へ投獄され、ランカスター派の抵抗は、ほぼなくなった。1470年4月、エドワード4世とウォリック博が仲互いを起こし、ウォリック博とエドワード4世の弟のクラレンス公、ジョージがフランスへ亡命する事件が起こった。政権転覆を狙うウォリック博は、 ランカスター派と手を組むことを考えマーガレットと接触、7月に両者は合意した。イングランドへ戻ったウォリック博とクラレンスコーがクーデターを起こし、エドワード4世はブルゴーニュへ逃れ、10月にヘンリー6世を福井させ、ウォリック博はキングメーカーの異名を取った。だが、マーガレットは長年の旧敵だったウォリック博を信用しておらず、イングランドへ上陸しようとしなかった上、 政権の一員であるクラレンス公も多い継承問題で不満を抱え、状況次第では裏切る恐れがあり、政権は非常に脆弱だった。翌1471年3月、巻き返したエドワード4世がブルゴーニュからイングランドへ帰国。4月3日にクラレンス公が寝返ると、流れはエドワード4世に傾いた。11日にロンドンに入場したエドワード4世により、 ヘンリー6世は敗位され、政権は崩壊した。14日には、ウォリック博が、バーネットの戦いでエドワード4世の軍に打ち取られた。2日後の16日にマーガレットは、息子エドワードと共に、イングランドへ上陸したが、5月4日のテュークスベリーの戦いで、エドワードを処刑され、戦後に監禁されていたヘンリー6世も殺された。マーガレットは、 ロンドン島などに遊兵された後、1475年に、ルイ11世とエドワード4世の間で、ピキニー条約が締結、ルイ11世が、身代金を支払うことにより釈放され、フランスに帰国した。マーガレットの釈放には、王妃の称号の剥奪と、家父財産の放棄という厳しい条件がついていた。1482年8月25日、53歳で、 アンジュで死去して葬られた。フランスへ戻った晩年の7年間はアンジュにおける相続権をルイ11世に取り上げられ貧困に苦しんだという。バラ戦争で戦争を指導した男マサリーで積極的な性格が注目され、堂々として勢力的な女性と同時大臣に証言されている反面、夫や息子の多い継承権を確保するため手段を 選ばない姿勢が非難されている。しかし夫と同じく教育熱心でもあり、1448年にケンブリッジ大学クイーンズカレッジを創設。カレッジは変遷を経ながら現在に残されている。また、大陸から優れた毛織物工や絹織物工を招いて、織物工業を向上させ、絹織物工の女性のギルドのパトロンとなり、貿易の促進にも注力していた。 マーガレット・オブ・アン・ジュー・クイーン・オブ・イングランド、エンサイクロペディア・ブリタニカ・モリ、P224。モリ、P216、P217。オノ、P49、P51。ロイル、P181、P182。モリ、P217、P219、P224。オノ、P51、P54。川北、P123、P124。ロイル、 P182P192 森 P219P220 小野 P108P116 河北 P124P126 ロイル P193P218 森 P220P221 小野 P116P120 河北 P26P127 ロイル P219P233 森 ,P221,P222,P224, 小野 ,P120,P123, 川北 ,P127,P128, ロイル ,P233,P252, 森 ,P222,P224,P225, 小野 ,P123,P131, 川北 ,P128,P130, ロイル P253P271P277P281 森 P222P223 川北 P130P132 小野 P152P156 ロイル P297P305 石 2006P19 森 P223P226 川北 P132 小野 P156P163 ロイル P307P322P334P337 森 P225 ロイル P227P229 石 2006P20 ありがとうございます